ビニールハウスで栽培したブルーベリーの出荷が露地物に先駆けて産地の大崎上島町で続いています。降水量が少なく日照時間が長い瀬戸内の気候を生かして育てたブルーベリーです。農事組合法人の新宝園がハウス栽培を始めたのは17年前。温度管理を徹底することで露地物より1ヶ月ほど早く出荷できるのが自慢です。そのまま食べるだけでなくジャムにも加工され特産品として人気といいます。今年はちょっと冬が寒くてですね、この自由高で困ったけども、まあ、寒かった分甘みもちょっと増して例年よりは甘くなってるんで、はい、いいものができたと思います。ハウスで栽培したブルーベリーの収穫は来月中旬まで続き、およそ800キロを出荷する予定です。